続きまして田辺総合法律事務所パートナー弁護士吉峰浩平様より弁護士から見た裁判の IT 化についてご講演いただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。弁護士の吉峰でございます。ですね、お配りした資料の前半20ページぐらいはざーっと飛ばしていきます。まあ、先ほどから出てますですね、検討会の取りまとめというのができまして、ここでですね、何が決まったか、あっさり決まったんですけれど、まあ、先ほど誰も反対がいなかったということなんですが、訴訟記録を全部デジタル化すると。これが、一番の本質です。で、別にファックスで提出してもいいんですよ。で、紙で提出するのも、残らざるを得ないわけですよ。紙を受け付けないってわけにいかないんで、ただ、デジタル化をするということですね。だから、e 提出って言うんですけど、e 提出じゃなくて、本当は e ファイリングなんですね。で、はいはいはい。で、そういう意味で、デジタル化を全面的にするんだと。で、それを民事訴訟からやりましょうと。で、これはその、まあ、まず一般的な手続きから始める。で、特殊な手続きを及ぼしていくというのは、まあ、やり方としては正しいから。で、それから火事とかからやるとですね、セキュリティが、まあもちろんその民事訴訟だって、閲覧制限かかっているのが漏れたらまずいんですけれど、セキュリティ上、まあ、原則公開の手続きということで、まあ、そういう配慮もあって民事訴訟からやるというところまでは、ここまでが何ていうか一番幹の部分で、ここもその検討会始まる前いろんな議論があったんですけど、ここまであっさり決まった。で、論点としてはやっぱシステム構築とかセキュリティどうしましょうということとか、あるいは判例記録の公開をどこまでやるか、そして本人訴訟、まあ、ここら辺がですね、今後、この IT 化を進めていくにあたって、まあ、論点となっていくであろうという大きなポイントです。で、そのスケジュールについて、言いますと、14ページ見ていただく、これね、すいません、配布資料がちょっと間違ってるところがあってですね、右側にスケジュール検討って書いてあるのが、配布資料だと多分、平成30年度中になっていると思います。これはちょっと私の勘違いで修正しています。これが正しいです。要するにですね、来年度から、IT 化のフェーズ1と呼ばれている。これは、弁論準備等の、ウェブ会議。今、電話会議だっていうのを、ウェブ会議で、要するにその顔が見えるような、テレビ会議ですね。で、やるというのがもう来年度から始まると。で、これは法改正をしない範囲でやります。で、弁論準備とかは、双方、片方は出頭しなきゃいけないっていうことなんですけど、これどこまでやるかちょっと不透明なんですが、まあ、これちょっと引用してますけど、書面による整理の手続きで、まあ、期日じゃなくて、日時というふうに言うんですけれど、そういう形で、まあ、略式でやるということもあるかも。要するに、その、双方出頭しないでやると、いうこともやるかもしれません。で、そこまでは、法改正なしでやる話で、その後は法改正がいるわけですね。で、もう来年度には法制審の諮問をするというのが閣議決定で決まっていると。で、今、庄司法務で、これですけれど、法制審の前の段階の研究会というのをやってます。で、民事訴訟を改正して、平成34年度ですから、4年後ぐらいに、フェーズ2をやると。で、これは遠隔の承認事務とかですね、その、さっき言ったテレビ会議とか準備手続きとか争点整理の関係ですけれど、承認尋問なんかを、遠隔でやるというところを、まあ、4年後にはやると。で、フェーズ3、これは、まあ、オンライン申し立てとか、まあ、要するに、裁判記録の全面デジタル化。これはシステム構築などがかなり手間がかかるので、今は時期は未定です。ただ、来年度中にスケジュールは決めろと。いうことになっています。要するに、4、5年で全部デジタル、IT 化するというところが決まっていて、これは、まあ、ある弁護士会の意見によると拙速ではないかというふうに言われたりもするわけですし、
多分その IT 業界からするとね、5年後っていつだよみたいな、感じなんですけど、まあ、多分その検討会、あるいはその、政府としてはですね、なるべく早く進めてほしいというところだったんですけど、先ほどもありました通り、その法制審通さなければ民事訴訟法はやはり基本法ですので、変えられないということで、こういうスケジュール、最大限早くしてこういうスケジュールになっているというところです。で、今日は、今までは枕で2つのことをお話ししようと思っていて、1つはデータ形式の話ですね。で、もう1つは判例とか記録の公開の話です。で、取りまとめでですね、まずはデータ形式とか、システム構築の話なんですけれど、取りまとめでシステムどうするのっていうところは、あまり、大きくは触れておりません。ただ、ここで引用しているところがちょっとキーポイントになるかなと。まず電子署名を必須にはしませんと。もちろん使ってもいいんですけれど、ID、パスワード等のより簡易な認証手段でもいいでしょうと。で、これは、私の解釈によると、行政手続きオンライン化がですね、電子署名必須にしたということで、非常に利用率は、便利さにですね、非常に支障になったということですね。で、今時、アマゾンだろうが何だろうが、電子署名がないと、電子署名書がないと使えないっていうような、ことをやってるとかあんまりないので、それはいいんじゃないかと。で、こういう形でやらないと、おそらくすごく使いにくいものになってしまうんじゃないかというふうに思ってたわけです。で、その下で API 連携、クラウド化、データ形式をオープン化。まあ、ここら辺がなんというかこう、ちょっと、未来っぽいというかですね、なんていうかガチガチのものじゃなくて、民間の活用も活用していきながらやっていきましょうみたいなのの、キーワードはここら辺入ってるわけですね。で、例えば API 連携どういうことかというと、皆さんも役所のシステムっていうのはいろいろ使ったことあるかと思いますけど、それは Google とか Facebook と比べてそんなに使いやすい、インターフェースではないというのは、ある意味しょうがない、ところでありまして、そこで API を、開放して、民間にユーザーインターフェースを作ってもらうというのが API 連携の考え方、です。で、クラウド化というのも入ってまして、で、今、裁判所セキュリティ基準っていうのは、非常に閉じた形で、クラウドなんてとんでもないという形で、これ、特に警察なんかはですね、もっと、厳しいんですけれど、クラウドは危ないみたいな、考え方に基づいてるわけですね。で、そういうセキュリティの基準も、おそらく見直しをしていって、クラウドなども合理的に活用して、安価に便利なシステムを作っていくこと。こういう流れでございます。で、そのシステムの構築について考えるにあたって、データ形式は非常に大事な話でありまして、で、それについて、細かい話するといろいろあるんですけれど、大きく言うと3つの段階を経るというふうに私整理しております。まずデジタル化すると。何でもいいから。で、これはファックスだってある意味デジタルなんですね。それはともかく、画像ファイルとかですね、PDF もスキャンした PDF とか、ああいうのもデジタルデータ。で、こういうふうに、とにかくデジタル化する。その次はデータの構造化。コンピューターで読めるようなデータにすると。で、そうできると AI を活用して判断を自動化すると。これはデジタル化してないと構造化はもちろんできませんし、構造化されてないと AI が活躍するのもなかなか難しい。こういう関係になっています。で、構造化って何なんですかというとですね、画像データとか PDF もスキャナーで読み込んだようなもの。これは、OCR かけたりしてもらったテキストになるんですけど、一番その機械が理解しにくい形式。で、同じ PDF でも、テキストデータ、ワードから普通に作ったこれになるわけですけど、テキスト PDF って私呼んでますけれど、こういうものは、よりコンピューターが理解しやすい。で、ワードのデータっていうのは、PDF よりもコンピューターより。で、もうちょっと行くと XML とかですね。そういう、これはタグが、ついていてですね、機械、コンピューターがどういう意味だとわかる。で、XML ってこういうものなんですね。これ法令データ提供システムから、民法とか出してですね、XML ダウンロードってボタンがあって、クリックすると出てくるんですけど、例えばですね、下の方に権利の行使を義務の履行は、って書いてあるんですけど、ここにセンテンス、パラグラフセンテンスとかですね、こういう、ここは本文ですよみたいなことが、機械に分かる言葉で書いてある。
でこのタグをいろんなタグを作れてるっていうのは XML っていう形式。で、こういう機械に読める形式をどうやってシステムに入れてあげるか。で、一つはですね、督促手続きオンラインシステムっていうのは今も動いているシステムがあるんですけど、まあ要するにその皆さんもそのいろんなこうウェブサイトで会員登録とかそれでウェブフォームに入力するじゃないですか。ああいうウェブフォームにデータを入力していくと、まあ例えば名前ってところに入れたら名前のタグがつくみたいな感じで、機械にも分かるような形で、データが入力されると。で、まあ、この督促手続きオンラインシステムっていうのも、基本的にはそういう、定型的な、まあ、督促手続きは訴状じゃないですけど、まあ、訴状みたいなものをフォームに従って入力していくと、督促手続きを申し立てができるっていうシステムが、まあ、10年以上前から動いているわけですね。で、ただ、我々弁護士の実務としては、訴状を出すにあたって、裁判所のウェブページにアクセスして、ポチポチ入力して、サブミットみたいなやり方だと、お客さんにどうやって確認取るんだみたいな話になりますんで、それやりにくいと。なので、例えばその登記のシステムっていうのは、4つぐらい方式あるんですけど、丸1が今の同じですね、フォーム形式。で、丸2がですね、まあ、裁判所じゃないんですけど、その法務省が作った、申請用ソフトっていうのがあって、そこでデータを作って、作ったデータを丸ごと、送るみたいな、そういうやり方。で、あるいは、その3番で、民間でそういう、申請データを丸ごと作るソフトがあってですね、これ、中身は XML 形式なんですけれど、そういうソフトを使って、まあ、申請用ソフトに読み込ませて申請するとか、あるいは、法務省のサーバーに直接送るとかですね。まあ、いろんなやり方があるわけですね。ですから、XML っていう形式が、まあ、その一番こういう、行政の手続きの、システムだと多いんですけれど、まあ、それを、どういう形式で送ってあげるか。フォームで入力するだけじゃなくて、まあ、手元で作っておいて、手元で確認して、それをバーンと送ってあげるみたいな、そういうやり方もあるというような話です。で、ここで難しいのは、登記の手続きっていうのは、基本的にはその定型的なものなんですね。項目が全部決まってる。裁判所の手続きっていうのは、そういう定型的に処理できないから裁判になってるわけですね。まあ、典型的には準備書面とか、あるいは証拠自体。こういうものは定型的じゃないので、これをどうやって定型的なデータにしていくか、ここが一番難しいところであります。というところで、データ形式の話で、そのどうやって構造化していくのっていうのは、まだこれからの課題ということになります。で、次に、判例の公開の話ですね。で、これは非常にまだ解決策が見えていないところで、私も今日はもっと公開するべきだとかですね、いや、やっぱ公開しない方がいいっていう結論は申し上げてもないんですけれど、まあ、現状と今後どういうふうに議論するべきかっていうのを話そうと思っています。で、当たり前ですけれど、プライバシーの保護っていうのが片方で考えなきゃいけない。もう片方は、まあ、判例たくさん公開されると、あるいは記録、証拠とかも含めて公開されると、まあ、いろいろ利活用できると。利活用できるっていう中身がですね、まだよくわからない。でも、やっぱりそこに AI が絡んでくる。というような状況にあるんじゃないかなと思います。で、ここについて今、おそらく多くの裁判官は、そんな今以上に公開したって全く意味ないよと、めんどくさいしっていうような感覚なんだと思うんですね。で、それは一つは、やっぱり AI に読ませるためには、もっと公開させる必要があると、ちょっと今までと発想が違うんだってことを言っていかなきゃいけない。で、プライバシーの方については、まあ、匿名化っていうのをやって大体公開しますけど、この労力が大変だ。それから匿名化しても、これ誰のことか分かるじゃんっていうのが、まあ、個人情報保護法の、話ですね。匿名化しても識別できるみたいな議論が結構ここ10年ぐらいで普及してきて、まあ、匿名化は万能薬じゃないっていうのが大体、まあ、コンセンサスになってるわけです。という状況で、結構弁護士会なんかの意見は、公開あんまされると困るみたいな声が結構強かったりします。で、裁判の公開と判決の公開と記録の公開を全部分けて、議論する必要がある。で、記録の公開については、今まで全部見れることになってるんで、誰でも。利害関係なしに。ところが、
実際に行って東京地裁に行かないと東京地裁の記録は見れないし、北海道事件は北海道行かなきゃ見れなかった。それがプライバシーの方の機能を果たしていたんですけれど、まあ、IT 化されるとさすがにそういう地理的なことは、まあ、東京の裁判所は北海道の事件の記録を見れるようになるんじゃないかというふうに思うわけです。それから裁判所はですね、全ての記録を、まあ、少なくとも IT 化後のですね、稲がめにして見れる。それ以降の判例とか記録は全部裁判官見れるようになる。で、弁護士は必ずしもそうではないわけですね。で、もちろんそのウェブで記録にアクセスできるみたいにすればいいんですけど、すれば見れるようになるんですが、多分そこまではしない。プライバシーの問題があるんで。だから裁判官と弁護士の情報格差みたいなのが出てくる可能性がある。というふうに予想しています。で、次に判例の裁判、判決の公開についてなんですけど、まず著作権法で判決っていうのは、著作権の対象になりませんよ。要するにその、まあ、法令みたいなもんだから公開しなきゃいけないっていうようなものというふうにされているわけですね、もともと。で、今どれぐらい公開されてますかっていうと、まあ、裁判所のウェブとそこ裁判所の公式判例書、それから民間の判例雑誌、判例データベースっていうような媒体でざっと30万件ぐらい、まあ、一番件数多いね、あのデータベースなんで、30万件ぐらい公開、されていると。30万件って多いような気がするんですけれど、今年間のですね、民事刑事合わせ数十万件の事件があります。なのでこれ町村さんっていうあの民訴の、学者の先生がブログで書いてたんですけど、まあ、大体最高裁で 1% とかで下級審は 0.1% ぐらいじゃないか公開されて、で総数判決というのは何件あったかっていうのは多分誰も知らない。だからこの三角形はぼやーっとなってるわけですね。で非常に少ないってことです、件数としては。で、それからその何が公開されているのかがちょっと不透明だって話をするんですけれど、岡口さんという裁判官がですね、まあちょっとその舌禍事件みたいなのを起こしてですね、でなんか問題になってるんですよ。で問題になったのがたまたまそういう判決、裁判所がこれ本当は、公開しちゃいけない判決でしたっていうことを言い出してですね、基準に反して公開しちゃってましたっていうことを言って、そんな基準あるんだっていうふうな話になって、まあ、なんか選別基準っていうのはあるというのは分かって、で、ネットとかでも公開されるように、なんかその誰かが多分公開請求とかしたんだと思うんですけど、で、実は、裁判例が重要だから、裁判所ウェブで公開するんじゃないと、ただ単に速報のためにやってるだけなんです。だから機械的に新聞に載ったやつは載せますと、で強姦事件とか載せませんっていうような基準で実は1年ぐらいやってたということが分かった。で非常に、いやそんな知らなかったっていう話なんですね。で今裁判情報ってのはどういうふうに判例雑誌とかデータベース業者に流れていくかというですね、一つは当事者が、私なんか、私はやったことないんですけど、まあ弁護士ってああいう事件取れたって言ったらそういうのを送ったりするんですね、会社に。でそういうルートがありますと。それから裁判所が裁判所ウェブサイトで公開したものをもちろん収集する。でこの真ん中のところなんですけど、なんか裁判所からバサッとこうもらえるみたいなのがあるらしいんですね。ここはなんかそのどういうふうになってるのかよくわからない。だからここはちょっと不透明になってますねっていう話なんですね。で、裁判の公開に、判例の公開についてなんですけれど、今はどういうルールで何を公開してるのか、それは誰が決めてるのかっていうのは非常に不透明ですと。で、どっちに触れるにしても、やっぱりどういうルールでやるのかっていうのは一回皆さん議論してみたいと思いませんかというのは今日私は言いたいことです。で、匿名化の話。で、匿名化っていうのは、まあ、やっぱりやんなきゃいけないので、負担なので、そこは技術的にどこまでやれるか。っていう話はありますね。で、裁判例の公開について、今 0.1% とかしか公開されて、これ 100% にしましょうっていうところのコンセンサスはまだない。現時点ではですね。で、これから議論をしてどうなるかって話ですし、今回システムを作るにあたって、仮に将来公開範囲を広げるとしたら、容易に公開できるような仕組みを作っておくべきでしょうというふうに私は思っています。どっちに転ぶにしろですね。で、その一つの例が、裁判例の ID です。裁判例の ID というのは、まあ、判例データベースにこういう、一番下ですけど、ID がついてるんですけれど、まあ、他の事件番号とか、我々、普通その、
日付と判例雑誌のページとかで特定するんですけれど、判例雑誌に載ってる裁判例って非常に少ないので、じゃあそうすると判例集未搭載とか引用すると書くんですけれど、それとどれだか分かんなくなっちゃう。で今日付で引いても数十件とか出てくるんでどれだか分かんないんで、で判例データベースのこうレックス何番とかいうのを載せ本とかで引いたりするんですけど、レックスの番号書かれてもうちはウエストローと判例集を使ってるからレックスの番号じゃ引けないみたいなことじゃなくて、じゃあ3つ書くのはすごい面倒くさいとかそういう話だから、これはやっぱり裁判所できちんと統一の番号を振ってほしいというふうに思って、でこれはアメリカなんかですね、オープンサイテーションっていうふうに議論されていてですね、要するにそのウェストローとかレクシスの番号でしか引用できないっていうのは良くないというふうにされているわけですね。で、AI との関係を最後にまとめておきますと、まあ、AI 化の推進のためには大量のデータが必要ですと。これは今まで普通の事件のデータも必要、それから判決だけじゃなくて証拠も必要でしょうねと。で、どういうものが必要なのかということで、それで何ができるんでしょうかっていうのを、まあ、AI の、まあ、今日も、ね、いろいろいらっしゃってますけれど、聞きたいなというふうに思いますし、それから別に公開しなくてもですね、学習だけさせてもらえばいいというような観点もあります。そういう意味でその公開はしないんだけど制限的にアクセスできるみたいな仕組み作りも必要になってくるんではないかなというふうに思っています。それからデータの構造がどう程度どういう形でやるかっていうのがやっぱり、さっきと同じですけど問題になりますねというぐらいのところで、私の、プレゼンは以上です。ありがとうございました。吉峰様ありがとうございました。